ちは、栗山工房型染めチャンネルです。今日はどうやって配色を決めてるか、色についてお話ししようと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、栗山工房は、一応瓶型染めっていう技法を用いて染めておりますけれども、うん、じゃあ全部瓶型かっていうとそうでもなくてどちらかといったら瓶型染めを基本とした型絵染めっていう、そうですね、ジャンルに入ってくると思うんですけど、うん、今ここで飾ってるこの真ん中のお着物、うん、瓶型らしいですね。これはもう瓶型らしい、うん、ザ瓶型、そうそう、瓶型の基本5色を元に、うん、まあ、もうちょっと追加してありますけれども、うん、彩色してあります。で、本瓶型はこれ顔料で彩色するのでちょっと質感は違うと思います、うん、ちょっと色調も違う感じがします ね。でもやっぱり瓶型らしい色合いをわざと、うんうん、寄せて作るので華やかなお着物になってます、はい、で、この色の良さを生かしたお着物、これからね、七五三のシーズンになると思うんですけど、七五三用の小紋になります。犬ですよね、うん、犬、これはでも三釜ひった入り犬張り子になる、もう三釜のひったが入った犬張り子という、まんまやね、まんまです、はい、私らは別に名前は型を判別するためにつけてるだけなので見たまんまをできるだけつけるようにしてます、はい、すぐ説明がつくようにですね、はい、で、この犬張り子は、ここ竹かごかぶってます、うんうん、かぶってるよね、かわいいの、ね、なんでこれなんでかぶったんっていう、うん、かぶったあかんでって、あかんで、大きならへんでとか思いますけど、うん、そうじゃなくて、うん、文字で書いていただくと、うん、竹がんむりに犬って書くと、うんうん、いや、そんな字はないんですけど、うん、でも、まあ、空想で書いてみてください、うんうん、笑うっていう感じ似てると思いません？ね、なるほど、似てるでしょ、うんうん、お子様の成長を願って、うん、いつでもこう、ね、笑いが絶えないようにっていうような願いがこの犬張り子には込められてるんですよね。で、もちろん、かけてあるのね。もちろん犬は多産なので、うんうんうん、まあ、子孫繁栄っていうことももちろん願いの中に入ってますけれども、うんうんうん、本当にこうお祝い着としてはふさわしい模様になってるんですね、うん、なるほど、私の娘にもこのお着物作って、うん、着せたっていう思い出の柄になります、うん、かわいいだね、これ本当本当に変わらへん、何十年経とうと鮮やかで可愛らしいっていうことが焦せへんところがもう本当の瓶型の魅力やと思います、うんうん、時代を経てもなお変わることない魅力、これがね、瓶型の良さやと思います、はい、でそれに対して型絵染めっていうのはもうその瓶型の色彩感にとらわれることなく、うんうん、自由な彩色を施したものっていうことになってくると思います、うんうん、もちろん私らだけではなくて、うんうん、いろんな地域の方がどんどん型絵染めの魅力をね、うんうんうん、発信されてる方たくさんいらっしゃいますけれども、うんうん、で栗山は栗山としての型絵染めの世界を発信していってる、うん、生産していってるっていうことになります、はい、で一番こちらね、うんうん、新琉球中切れ取りすいません、まあ、切れ取り模様になってるっていう、あ、なるほど、うんうん、で琉球模様が中に配置されてるっていう模様になります。でこれはもう私が彩色したんですけれども、うん、もう今というか優しい雰囲気、そうですね、でも本当に優しいだけにしてしまったら別にうちの顧問を買う必要がないと思うんですよね、うん、わざわざ型絵染めのが欲しいと思ってくださる、やっぱちょっと強い魅力が欲しいっていう部分はきっとありやと思ったので、うんうん、優しいながらもちょっとセンスが光るみたいなのを狙って彩色しました。で、色が違うと全然雰囲気が違う、うんうん、これ同じ模様です。これは生地も違うんでちょっと雰囲気違うんです。これ大島に染めてるので、うんうん、全然また違いますね。質感も違ってくるんですけど、うんうんうん、地色が違って配色が違うと、うん、もう全然違うでしょ。ですよね。もう着る人の年代からお顔立ちから全部変わってきますでしょ、うんうんうん、ちょっとシックな雰囲気な感じになると思うので、うんうんうん、まあ、生地の違いっていうのもあるでしょうけどね、息に着こなしていただく感じに、うんうん、彩色の方もそういう作り方、TPO を考えて、うん、あ、こういう大島やったら、うん、こんな彩色の方が着やすいだろうなと思って作った
じゃあ私たち作っていくときどうやって色作りしてるかというと、うん、まあ、ご注文がもちろんあって私たち作ってるので、うん、あのご注文ごとに一本一本こういう伝票ってものを書いてるので、うん、台帳があるんですね。そうなんです。過去のものも探せば出てくるんですけど、うんうん、そしたらもううん十年前になったやつはごめんなさい、もうやっぱりすごい数なので、うんうんうん、あの捨てていってしまってるんですけれども、うん、まあ、近年の分は5、6年分ぐらいは基本的には置いてるので、うんうん、探せば出てきて同じものを作ろうと思ったら作れる状態にしてます。これお任せやったんですよ完全に、うん、もうジーロ もう何もかもお任せ で柄だけ決めてくださって、うん、バリエーション豊かにやってくださいっていう、うん、でしかも売れるやつとか難しい注文そんなん私ら分からへんってと思いながら、うん、まあ私が欲しいのっていうのに、うん、とか箸根にが合うなとか、うん、母がいいなとかそういうことを思いながら、なるほど、イメージをちょっとするんですね。そうです、会社の社員さんの女の子のあこの子やったら可愛いやろなとかね、うんうんうん、やっぱりそうちょっとねイメージ大事なんですよね、うん、なるほど。あの色作りするとき、はい、どうやっていくかっていうと基本的にはもうずっと今日作るぞじゃなくて、うん、もう四六時中いろんなもの見たものをインプットしてる、うん、もちろん雑誌見て、うん、わあ素敵やなとかいうのも見ますけど、うんうん、でもその時私は割と色しか見てなくて全然見てへんくてなんか広告のバッグと背景ととか、うん、スカートとカバンとか、うんうん、なんかこう分からへんけどなんとなくこう遠目で見たザクッとした印象感とか、うん、この雑誌割と今回緑多いなとか、うん、その緑の種類とかも見てたり、うんうんうん、まあ街中出て素敵なお洋服着てはるわとか、うんうんうん、そんなも見てるし、うん、なんとなくこう頭の中っていうかこう目の中にパンと飛び込んでくる色とか組み合わせとかを、うんうん、もうそれはもうずっと積み重ねてます。でそれがないと、うん、やっぱり死んだ色になってしまうので、うんうんうん、色っていうのは流行があるから、うんうん、そこを自分で常に掴むようにっていう努力はしてます。なるほど。でもこの流行を掴みすぎたらいいかというと今度はその1年しか使えへんものになるでしょ、うん、でそれも嫌でしょ。別に安いもんじゃないので、うん、置物っていうのは。なのでどうこう私たちはこう王道で思ってる配色の組み合わせとか、うん、私たちの鉄板のルールとかに、うんうん、新しいエッセンスを盛り込むかっていう考え方で色合いを作ってます、うん、全部でごっそり変えてしまうとやっぱりちょっとこう寿命が短くなっちゃうので、うん、買ってもらった以上その時もいいしせめて10年ぐらいまでは新鮮な気持ちでやっぱりこれいいよねと思って、うん、使ってほしいなと思うのでこれ20年30年はごめんなさい。だこれ自分のね肌も顔も全部変わってくるじゃないですか、うん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 、好みもだからそれは難しいですけど、うん、でも10年ぐらいはもう新鮮な気持ちでやっぱりこれ好きやわと思って締めてほしい着てほしいと思うので、うんうん、鉄板ルールプラス新しいニュアンスっていうことを基本ルールな感じで頭の中でイメージしてます。やっぱそれってこう優子さんがこうインプットしたものを栗山フィルターがかかってアウトプットしてるって感じですかね。うん、それね完全に私だけのもんっていうわけではないですよね。やっぱ栗山に対する安心感を持って皆さんお買い物してくださってるので、うん、そこは勝手に崩したらあかん部分もあると思うんですよね、うん、半々ぐらいで私よりに最近はなってきてるかなと思うんですけど、うん、確かにね、うん、でもそれはそれでいいかなと思って、うんうん、時代の波とともにもう昔はもうこの瓶型のままでいいって言ってたんでそう、ね、もう全くこれでしかなかったんですけど、うんうん、あの時代とともにね少しずつ変化してきてる、うんうん、まあ、そこが進化でいい部分やと思います、うん、で今これねこう黄緑あのオレンジグレーとかねこうちょっとシックな雰囲気の組み合わせもあったり、うんうんうん、これ黒の地色にね、これパキッとした雰囲気の可愛いポップな雰囲気とか、うん、これは何かな、紫色に、でもこれもね、割と綺麗な感じですよね。でも、ギュッと厳選した良さが出るといいなと思って、色出してます、うん、とか。これは可愛らしい雰囲気ね。うん、
これもねやっぱり基本的にはあの絵とのバランスもあるので、色さえ良ければいいじゃなくて、やっぱり図案を見ながら。そうですよね、もちろんです。今ここ字でしか書いてないですけど、うんうんうん、私の頭の中にはこの図案がちゃんと浮かんだ上で、うんうん、あの色出しをしていってます。そのなんかその配色する面積も関係してきますよね、大体、うん、そうやな、それ大きいですよね、うん、でそれはどこに何をどんなぐらいのバランスで入れるかっていうのは、うん、そこはまたあの彩色してくれる方に、うん、あの指示していって、こういう方向してこうこうこうしてやってほしいっていうのを指示していってます、うん、でこれコバさんがね、うん、彩色してくれたってコバって書いてあります、はい、ジャワカチョウなんていうのがね、だいたい割とエキゾチックな感じに彩色してたのをちょっと可愛らしい雰囲気にやってみようと思ってやったりとか、宇宙やプロってやると私の作品ですけれども、だいたいこう赤の花がパッとくるような、うんうん、あの作品にしてたのを、うん、アイドータンですっきりと、でもちょっと黄色でキリッとっていうような感じにしてます。でこれはどうかな、あこれグリーン系、うん、今までこんなグリーン系でまとめるってあんまりなかったんですけど、うんうん、でグリーンだけだとふわって飛んじゃうので、ちょっとこの焦げ茶みたいな色を出すので、うん、締める、締める、うんうん、これ月下美人ね、これはふわっといか、もうだいたいこの月下美人ってエキゾチック、かっこいい夜の花みたいなのにしてたんですけど、うんうん、でもやっぱりふわっとっていうの方もいいよなと思って、優しいイメージになりますよね、うん、そうそうそう、ちょっと雰囲気全部ゴロッと変わるので、うん、その面白さができると思います。色違うと全然変わってきますね、やっぱり、うん、で、亀甲式花ってこれは割と民芸帳 の、うん、あの図案なんですけれども、昔からあるね、うん、でもこれをね、うん、そのままあの伝統っぽい感じの色しちゃうと、うん、ちょっともっちゃりするので、ね、うん、いかにこれを新鮮な雰囲気に見せるかなと思って新鮮な色に出してみました、うんうん、斜め、昼夜斜めサラサ、これもね、うん、あのサラサなんで、あのちょっとバティック風の図案ですけれども、うん、これはいかにこうポモダンな雰囲気に変えるかなと思って彩色してます、うん、もう言い出すとね、これずっと続くので、ずっとこれ、ね、多分2時間でも3時間でも私ずっと喋ってていいんだから、ずっと喋れますけど、まあ、それすると辛いのでそろそろいいかってそろそろやめときますね、はいはい、あのこんな帳面があの全部ある、はい、今回鶴っていうあの新柄なんですけど、うん、それの彩色をしようと思うにあたって、うん、配色を考えていこうと思います。結構粋な柄なんですよ、うん、で私の中ではかっこいい、うんうん、クールな雰囲気にするといいなと思っています、うんうん、もう大体は頭の中でできてるんですけど、うん、さっきから気になってるんですけど、その周りにいっぱいこう色チップみたいな、これそれは何なんですか？色見本まんま、まんま、かつて染めたものをわざと余分作っといて、はい、で切って入れてるだけなんですけど、うん、はあ、いっぱいありますね。染色業界には共通項の色台帳あるんですよ、うん、並べたいんですよ私、この色味っていうか、そのうん、なるほど、うん、組み合わせっていうのがすごい大事で、うんうん、なので真横に持ってきたいんで、うんうん、あんまりその本邪魔なんやね高いのにね、うん、で使わへんのです、うち、うんうん、色味チップを置いてこうして組み合わせてっていうことをするためにあの準備してあります。なるほど。このねエメラルド色なんていうのが私も好きかなと。綺麗ですよね。ね、綺麗。不思議なのは洋服に、お洋服にするとこうちょっと派手かなと思うんですけど、うん、お着物にするとそう気にならないというかね、不思議な。最近私自分もこういうエメラルドの着物を持ってますけど、うん、派手やと思ったけど、やっぱそんなぐらい着た方がこのカメラ写りというか、そう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 、うん、顔がパッと明るくなるので、うんうんうん、まあ、いくつに見えてるかわかんないですけど若く見える気がする、うんうん、なのでどの程度までするかやね。あとそうだな、と部分が収めたいので茶がいいなと、うんうん、で茶でもこういうちょっと茶色でもね、ずいぶん茶いますよね、赤みによるか黄色みによるかでも、うん、でもう例えばやけど、さらにもっとかっこいい雰囲気でいくぞと思ったら、うん、もうグレー一本とグレーで
締める色を入れるんですね。ちょっとだけアクセントをつけたいので、やっぱりブルー入れて。なんかもうパッパッパッって思いついてこうサッと決まる時ともう決まらんなっていう時あります？めっちゃ。そんな甘いことは絶対もいかへん。なるほど。今日は動画作るためにちゃんと寝といたので。事前準備大事。そうそうそう。こう言ってもいいし、そうだな、こうちょっとあの紫が地色なので、ピンクが入ってもね、まとまったりっていうこともあるし、でもピンクもこう可愛いのやったり、こうちょっとこう変えるだけで、なんか印象変わってくるでしょ。でもこれがかっこいい雰囲気なので、どっちかっちったら青みのピンクつける方がまとまりはいい、とかちょっと強いな、なんかそういう風にして考えることもあるし、あともっと逆に、もうもっと可愛くいこうと思ったら、オレンジを入れる。紫のその反対色ですよね、黄色とか。これすごい私好き、組み合わせとしたらやっぱ補色って、反対色って反対色、引き立ち合うんですよね、でどっちの系統にもこう相性がいいというか、になるので、さつまいもカラーになるね。そうそうそう。でもこうなってくると、ちょっとあの対照ロマン的な感じの、かわいいでしょ。いいね、こんな組み合わせに、で、まあ、色数が変わってなったらやっぱりこうそういう時はもうグレーになってくるのか、もしくはもうこういうベージュ持ってくるか、ベージュの方がまとまりいいかも、いい感じでしょ、はい、なんかこういう風にしても面白いし、さあどれにしようかなっていうところだけど、一応何パターンか考えたりするシャルルやね、あ、そうやね。あとはあのその時のご注文で、同じものが何本かあったりしたら、パターン変えてあげないといけないので、そういう時に考えたりとか、組み合わせが同じようなものばっかり、グレーマさん頼んだらなんか全部似てるなって言われたら困るので、あの変えていったりしてます。でも色って本当にこのちょっと一つ変えるだけで、例えばけどこれをこうするだけでも変わってきません？なんとなく、でこのオレンジきついなと思ったら、もっとちょっと優しい目にするとかいうのは、全然印象変わりますよね。なんとなく ね変わってくるでしょ、私さっきの方が好きやったわけが、絶対出てくると思うんですよ。でここをあの頭に入れてるのはやっぱりコーディネートしやすい、っていうことやし、なのであのこの帯にキリッとこのオレンジの帯締めを入れるとか、黄緑入れるとかしたら、わあ かわいいやろなとか、まあ、世の中に、あんまりない色を持ってきすぎると難しいので、さあどれがいいかなっていう。でも確かにそのコーディネートね、考えはるとき帯締めや帯揚げね、その帯やったり着物やったりから取ってって考えはる人が多いでしょうしね、どっかでね、どっかつなげてあげないと、まあでもあの着こなす方はもう全部こうもう全部違う色に持ってくるっていう方もきっといらっしゃるやろうし、それはそれで何ていうのかな、その人のパワーとで、個性だしね、素敵な感じに着こなされるんだろうし、あの別に何でないできないってことは何もない、それは全然ない、ないと思うんですよね。だからそこはもう、いかに楽しみやすい要素を盛り込んでおいてあげるかがいいかなと。私のイメージ的にはこんな感じで、あ、まとまったみたいです、あの元々の映画にかっこいいんです、これ。なるほど。なのでもうかっこいい雰囲気にアクセントっていうので行こうと思います、はい、あの色を選びをしてるところいかがでしたでしょうか。で完成またできたら動画作ってお届けしようと思いますので、お楽しみにしてください、はい、今週はよかった、姉ちゃんがね、参加してます。この間も撮影した時は、
はい、結果待ちになってましたけど、はい、あの配信した時にはもう陰性が分かってたので、はい、大丈夫でした。大丈夫っていうことで、はい、テロップで入れられましたけれども、はい、ご迷惑かけました。大変やったねあれ。もうびっくりした。まさかその我が身に。その前に一足前に近くの高校で、ね、ちょっと 出たらしくて、うん、だからうわ近いところで出たし怖いねなんていうのはちょっと思ってはいたんですけど、うんうん、やっぱりご兄弟さんとかが多分あるんちゃうかなってそれもわからないんですよ、ね、もう学校側は絶対、うん、おっしゃらないので、うん、はい、でも感染経路が不明なのか、まあ、家族感染多いよねきっとね、うん、かなって、もう憶測でしかないのでね、うん、でもなんか私京都ってやっぱ湿度が高いからいいんちゃうのって思ってるいやどうやろ うな。おでも人が多かったらね、うん、そもそもあかんよね。やっぱり気をつけてね、うん、でうちも空気清浄機も買いましたそうカーテンも設置してるところなんです、はい、これからね体験の方にお越しいただくことがもうご予約入ってますので、はい、あの来ていただくにあたって、はい、いかに安心して体験していただけるか、うん、でこの考え方としたらその方はもう映ってるかもしれへんと思って準備しなきゃなと思って、うんうん、映るかもとか映らないじゃなくてその人は映ってると思って、うん、であっても映らへんっていうことを考えるんやなと思って、うんうん、考え方はそういうことなんやなと思ってます、うん、でも仕方ないですよね、もし写し合いっこしても。で私らが写ってて写しちゃうかもしれないので、うんうん、そこだけはちょっと申し訳ないですけど、あのご理解いただきたいなと。でもあの最善を尽くして、うん、あの感染できる限りのことは ねというふうには思ってます、うん、9月って、はい、あの私たちの家族なんか知らんけれど誕生日やけに多くてすいません。でまとめてあのお誕生会するんですけど、はい、で基本的には母がごちそう作ってくれて、で私がケーキ作って、いつも美味しいです。で姉が、まあ、あの仕上げをねお料理 あの母一人ではでききれないので手伝ってって感じで3人であの協力し合ってあの、はい、ご飯作るんですけど、はい、でケーキも一応そ あのメインの子に何ケーキがいいとかって聞いて今回はもう人数多いんで聞きもせずにそうやね、4人いるから ねいるから、あのメイコとかね、うん、姉もやし、はい、父もやし、うちの主人もやしなんで、うん、で、まあ、作ったんですけど、もうこの時期しかできひんケーキをやっぱりやりたいなと、うんうん、ね、季節感じるのって大事でしょ、旬のもん使うのって、うん、でそれとやっぱりあのものづくりする人は、うん、あの食をおろそかにする人にいいもん作れへんって私思ってて、うんうん、何でもいいわお腹満たしたらって思ったら、うん、そうしたら何でもいいや色ついてたら何でもいいや服着てたらになると思うんですよね、うんうん、でやっぱりそこをやっぱり美味しいもん食べて、あ、よかったな、美味しかったな、また次食べれるように頑張ろうとか、うん、そういう欲求があるからこそ、うん、いいもん作りたいな、今度またもっとええのしようかな、この間のどうやったかなっていうことともう一緒やと思うんですよね、うんうん、なんかやっぱりあの美味しいもん作るっていうのは、うん、あでもずっと美味しいもん食べてるわけじゃないですよ日によったらお母さん今日の晩ご飯朝食のような夕食やなとかそんな日もあるんでですよね、うん、そうそうそう、で納豆をめっちゃたくさん使った日とかは、うん、お母さん納豆祭りとかいう名前付けでどんなやな祭りってただ単に納豆が多いってだけなんですけど、うんうん、そんな日もあるので何にもあの日常からごちそう食べてるわけじゃないんですけど、うん、でもねここぞっていう時に晴れの日やね、ね、うん、あの美味しいもんできるだけ腕振るって作るっていうのは、うんうん、私大事なことかなと思うので、でこの時期限定って言ったらもうシャインマスカット美味しいね、美味しいね、なかなかね日常では買わないんですよ高い結構ねお手軽になってきた人もええねするんで、うん、私もこのポンポン買ってるわけじゃないんですけど、うん、タルト生地にしてるので、うん、下がああのタルト生地にバター結構使うし、で下にアーモンドダマンドっていうアーモンドプードルで作ったこう
土台のやつね、タルトの土台になるやつを、はい、流し込んで、でそれでまず一回焼いて、その後にレアチーズを作って、そこ流し込んで冷やして、でその後にまあちょっと生クリームちょっとだけホイップして、接着剤がいるんでね、つけた上にあのシャインマスカットを並べるっていうことをしてます。美味しかった。で某ケーキショップのこう、インスタとか見て、だいたい皆さんご存知の、もうわかるよね、切る、ボン、あそこ見たらもう絶対美しいデコレーションができてるので、まあそこを見て、だいたいそもそも真似してます。全部びっしり並べたら、めっちゃ豪華に見えるでしょ。まあそういう作戦。いや美味しかったです、ね、いつも楽しみにしてます。そうだからもうあの食べてんのがだいたい10人で食べてるので、父が食べへんかったら9人なんですけどで切るので普通の方やったら小さいので、ちょっと大きめの方を買ってきて、大きいですよね、大きいよね、だからあのお皿も大きいので大丈夫らへんっていうので作ってます。で今度お皿大きくしたら今度あの冷蔵庫に入らへんっていう、そうなかなかこう難しいんですけど、でもあのそれを見てあのちょっとアイデアをいただいて作りましたっていう人が私フェイスブックのお友達の中にあって、お私影響与えたんやとかちょっと嬉しいとか思ってそんなやのにと思いながら、その方の方がお上手やのにそれってそんなことがあったんですね。そうやね、だからやっぱり、あ、それとあの私の友達、ピアニストの友達も、あのケーキ食べへん、甘いもん食べへん人なんですけど、シャインマスカットが好きやから、だからそれだけは食べてみたいって言ってくれて、おー、甘いもん好きでない人も惹かれてみたいんだと思って、もうでも彼女にはきっとシャインマスカットそのものをあげる方がいいよな気はします。誰かは分かった気がする、はい、なかなかあの手厳しい人ですねいやその方もやっぱりね、あのこだわりっていうか、きちんとした自分の柱を持ってる人なので、でもあの同い年なんでね、柔軟性もありますよ、でもあのこの人のお眼鏡にかなったらよっしゃと思うのは多分その周りにいる人全員思ってると思うので、彼女のハードルをいつも超えたいなというふうにみんな思ってると思う。でも大概激沈したりとかね、激沈多いな、でもやっぱりね、彼女のそのセンスに惹かれてるんで、もう彼女を信頼してるので、あのだからってみんな逃げていく人はきっとない。ああそれは違うもんね。もう絶対彼女と別に何も攻撃したはるわけではないからね。ああ違う、そんなんじゃないんで、どっちかといえばあの温かい人ですね。そうそうそう、あの優しいよ本当はめっちゃフォロー、本当は優しい、本当はっておかしいけれど、見たとこ厳しいんですけど感度は温かい人です、はい、なのでそれをみんな分かってるんで、彼女の目お眼鏡にかなえたいというか、よしと言わしたいというか、って思って行くんで、そういう人がやっぱり私の周りにいるから、私もこう、音楽やめたったんで、違う分野来てますけど、あのそういう存在でありたいなというふうに思う一人ではあります。あ、シャインマスカットからえらい違う話になった。めっちゃ脱線した、でも美味しいもん食べてね、はい、今日も美味しいもん食べれてよかったっていうね、一日が過ごせるといいですよね。はい、そう思います、みんなもね、美味しいもん美味しく食べれるように頑張りましょう、はい、すいません脱線多かった。今日はここまでにします、はい、毎週木曜日9時から、プレミア配信しています、はい、書き込んでくださるとすごく嬉しいので、チャットもお待ちしております、はい、普通のコメントの方もいただけたらとっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。それではさようなら。さようなら。さようなら。